お疲れ様でしたです。マケサくん21日目やっていきたいと思います。さあ、ということで今日もやっていくんですけど、5160ですね。はい、前回の最多5107ぐらいをね、更新しまして、もう現在最多でいます。で、まあ、デッキはこんでですね。はい。ということで、やっていきましょう。まずは宝箱だったり、まあ、いろいろちょっと回収していくんですけど、まあ、ロリボボ美味しいですね。でね、ちょっと一つお話ししたいことがあって、僕負けたんですよ、さっき。ガゴムレ、ネクロレイジにしばかれて、負け作終了する夢で負けて、やべえで起きました。はい、おはようございます。なので、実質今もう2周目みたいなもんですね。なんで、怖えと思いながら、俺だからさっき起きて、うわ、負け作、いや、終わったとか思って、クラロア開いたら負け作負けてなかったです。はい。救われました。ラッキー。オッケー。2周目のね、命ってことで、気持ち的にはね、ちょっと負けずにね、はい。リリキちゃんと負けてないんで、ちょっと気引き締めて。ああ、この辺フルバトですね。ああ、焦ったわ、今。焦ったです。これ全部フルバトですね。ナイス。行きましょう。さあ、タワーレベル10。で、僕なんか昨日の動画で、タワーレベル、プラマイ2ぐらいしか当たんないと思ってたんですけど、なんか当たるっぽいっすね。なんかこの辺、5000駅までは、なんかそういうのがあるらしいんですけど、タワレベプラマイ2とかしか当たんないみたいな。あるらしいんですけど、なんかね、もう上の方行ったら、全然関係ないみたいな。6000とか行くと全然もうタワレベ10でも14と当たるとか、そういうコメントがちょっとあったので、この間ちょっとうまいですね。そうなんで、まあ最終的にはというか、タワーレベはもう上げれそうだったら、まあ上げていきますね。まあユニレベと一緒に。そう、ユニレベも上げれそうだったら上げてを繰り返して、なんかおしゃれにね、ユニレベステイとかもせずにやっていきたいと思います。ちょっとうまい。なんかユニレベ相手、そんな高くないこともないけど、高くない気がしてます。まあ、俺のこの最強、メガナイトおじさんでね。いや、マジで俺、生きててよかったわ、俺。マジで本当に夢で負けてたんですよ、さっき。ガチで怖かったら、萎えますね。朝起きた時のメンタルがもう、イカれてたってさ。いやー、いい防衛からの、このコウモリ追加強えぞ。相手のスケブとかも全部破壊しちゃうんだね。よいしょよいしょーほっほっメガナイトコウモリ。あー、もうメガナイトコウモリが壊れてるわ。で、ゴブリンまでも壊れてる。なんならこれキングも持ってってくれそうな気がするんですけど、ミリ残りで。あー、一番悲しいやつね。お互い。折れるなら折れてくれやっていう。さあ、ちょっと暇なんで、聞きながら。これ多分ね、スケブ来るんすよね。裏に。にょっ！ OK。さあ、ということはまだ、その化け物は来ないですね。ユニレベ14。まあ、そうやつらが一体いつから顔出してくんのかっていうところよね。なんか報酬欲しいな。コウモリとかユニレベ上げたいですね。さあ、タワーレベは10。まあ。この辺はね、いつも通り、じゃあ、いや、これちょっとやばいな。これ多分タワーレベルの関係で、このゴブリンとかめんどくさいんですよね。ちょっと。いや、今回やばいね、ちょっと。いや、怖い。マジで怖い。いやー、いいね。ちょっと邪魔だから、好きで壊しとくか。いや、なんとなく出すなら手前。うっと、反応が若いね。回して。よし。まあ。いやー、なんかちょっとでも、ユニレベ近づいてくると戦いにくくなってくるな。さあ、ロッキー削り。お願い当たんな。危ねえ。リーフ使ったっしょ。だから枯渇やん。バリバリ枯渇やん。ガチテンプレやん。やばい。リーフある。SK に行け。熱々熱々。いや、熱々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 。バリバリ枯渇テンプレ来たんだけど。え？あ、もう来るんだ。なるほどね。わあ、これちょっとやべえ。いっていや、許容せざるを得ん。あれ？もしかしてあー、入ったー、入りましたね。だからちょっと怖いね。てかバリバリ、なんか昨日かな、ペッカ工場とかも当たったんですよね。そう、いや、ガチテンプレ当たるトロタイ来たっすね。なんで 2.6 億とかそういうの引き出すとちょっと怖いよね。さあ、5200来た。タレベ10。だってマジ前回さ、5100で負けてんだよ。えぐくね？めっちゃ伸びるやん。うわー、これガチでめんどくさいな。キツネクロに対してインドラ墓石両方なかったな、今。スケで回すこともできなかった。うわー、ちょっとやだな。ちょっとだけ待って。インド違う。そっちじゃない。焼け。よし。いやー、相手のネクロ。いや、ネクロやべ。ワウッと持ってる。ちょっと待って。ネクロやべ。ちょっと。ネクロやべ。お願い、タルババ。頑張れ、もう一発。オッケー。あ、ちょっと待って。やばい。集中。本当にやだ。やだ。こんなのに負けたくない、俺。ねえ、くださいってくんねえかな、早く。やべ、涙が出てくる。これ回ってないよ。ちょっとだけダメージ稼がしてもらって。踏んで。まあ、バルキリーとかで厄介だもんな。コウモリもやだな。いや、いいよ、いいよ。コウモリここで使っちゃおう。いやー、それ美味しい、それ美味しい。タルも使って、こっちだな。左をね、右も両方いっちゃう。オッケーオッケーオッケー。あららら。ファイブ。ちょっとリファイブやろう。いけ。オッケー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 。怖いって。あー、これ。ライキさんとかよく言ってるわけ、いつも。この防衛して生きて帰ったやつ見たことない言うて。さあ、エリゴレ防衛して、爆発です。いやー、怖いねー。あなた、怖いって。さあ、これちょっと魔法か宝箱の鍵みたいなの開けちゃいましょうか。よし。いや、5250ね。いや、結構来てるよ。いや、目標はね、まあ、一旦5500か、6000とかいけたらやばいかんね、さすがに。いや、こっち負けちゃう。ちょっとマジで、本当に怖いっすね。ワイルドカード100枚か。今使っても何も上がんないもんな。よし。いや、これ修羅の道とか行ったらさ、セールもらえないのかな。アリーナが上がるわけじゃないから。アリーナ上がってんのか、もらえたらいいんだけどね。よし、デッキも間違ってない。よし、行こう。いや、マジでコウモリこれ12になったら避難所で13まで一気に飛ばせるんで。頑張れ、俺。マジで。気づいた時には負けてるからね。格上には。結構やばい。墓石2周回るかな。いやー、渋いかな。ちょっと待って。いや、ガチやばい。笑えんやつ来た。いや、これはいい。カウンターになる。やばいって。エレージョイ、お前やりすぎだって。どっから飛べてやりすぎだって。ネクロとかがいないならいいや。うわー、なるほどね。そういう感じね。やばい。あのゴブリンがボコボコにされる。いや、でもなんかスパーキーは美味しい。よし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 。いや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 。エレイチ、エレキはダメやろ。エレキはきついって。サスケのレベルとかもね、地味になんか、上げたくはなってくるっすよね。いや、痛いな。痛いな。今の2発か。さあ、エレジャイか。初めて当たったかもしんないね。ユニレベル高いエレジャイは。インドもコウモリもエレジャイに対して無能だからね。まあ、墓石何のために入れてんのって。そう。まあ、話になってくるんで。まあ、墓石で頑張ってはいきたい。さあ、でも、ここはロキホ雑に処理しながら。いや、なんかめんどくさいね。この、ミニペックとか処理したいの。さあ、めっちゃいい。めっちゃいい取れね。まあでもこれは、ここでしっかり抑えたいですね。抑えれないかな、これ。うわ、待って、マジでやばい。抑えれないのか。いや、あのスパイキーちょっとめんどいね。ファイブッチョ。飛べメガナルド。うわ、ちょっとやばい。めんどくさいめんどくさい。しかもファイブ使った。待って、一回黙る。いや、熱い熱い熱い。熱い。お前、後ろ向きや。お前、メガナルドどこ見てんだもん。もうちょっとあったやろ。待って、やばい。アインドル頑張れる。危ない。いや、待って、エリジャイ、危ねえよ。何やってんだよ、ボスキおい。だって、エリジャイ、解けなかったな。全然解けなかったな。なんか、インドラそれ外から殴れるんじゃないっていうので、なんかインドラ散ったのやばかったな。いやー、もうやばいわ。もう、やばいね。魔境に突入しました、これ。ね。こんなんじゃなかったもん。急に来たわ、急に。ね。うわぁ、ガゴムレバルーンレイジ来るよ、これ。うわ、怖いね、これ。まあ、俺も同じだけどね、言ったら。同じなんだけど。なんか、デッキの見た目の破壊力がパネースわ。やべえ。よし。ここ勝てば5300です。いや、ガチで怖え。本当にやりたくねえ。やりたくないってやばいよな。いや、で、トルネ持ちはね、今のところまで出会ったことないんだよね。いや、ディガー12嫌だな。いや、インドラ早く俺に起こせよ。インドラ欲しい。いやー、ガゴムレバルンレイス来たら終わるなー、俺。いやー、めっちゃいい。ペッカも多いっすね。なんか、よく当たってるイメージがあります。ウッドは、オッケーオッケー、でかい。いや、めっちゃでかい。もう最初でこれ1本折れるだけでもう幸せ。なんならゴブリン13が悪さする。しかも、オーブンでしょ。何オーブンって。墓石で、墓石でアド。よし。もう救いですよね。まあ、さすがにワンパンされないと思うからな。気ぃつけていこう。本当に気ぃつけて。まあでもやっぱエレジャイとか空とか来ると、怖いね。ガチで怖い。で、マジでトークン多分使えば、交換できたらね、まあ、コウモリと、まあ、墓石は上がるか上がんないか結構際どいラインだけど、全体的にユニレベはね、まあ、2体ぐらい上がるのかな。ちょっと上がりそうなんで、ちょっとその辺も、交換しながらかな。よし、インドだけ取ったらもう終わりっしょ。うい。まあな、ここまで余裕で勝てなくてもいいんだけど、まあ、開けないのは大事ですからね。よし。いや、でもちょっとユニレベ上げたくなってきたね。タワーレベもユニレベも、ちょっと、全体的に相手が高いんで。さあ、5300到達。いや、セール来い。うわ、来ねえんだ。うわー、これ、渋っ。ここ上がっても何ももらえないの渋いっすね。マジで僕目標ねえじゃん。やばいね。なんかめっちゃ豪華な報酬ないかな。8000いってもう何ももらえないっすね。マジかよ。よし行きましょう。うわー怖いよ。怖いしか出てこねえよ。ターレベもう12ぐらいだと思ってやります。で僕12なので多分カンストが来なけりゃゴブリンバレルは処理できるのかな。カンストが処理できるかできないかとかだと思うんですよね。2個上ってどうなんだろうね。多分1個上ぐらいだったらねいける気がするんですけど。タルババね、タルババ博士誰か教えてください。いやーこれ5を使ったらピンチになるとかないよね。ガゴムレとか来ないよね。5を使ってガゴムレ来たらさすがになえるかもな。いやー危ね。怖え。頑張れ。うっとー。これ両方持ってるの嫌っすよね。あーいや、ちょっとうまいな。ね。しかも、やりゴブですら俺、きちいかんな。うわ、しかもずらしてくる。いやらしいね。カフマン。いやー、まあ、バルーンか。バルーンバレルか。結構攻め攻めデッキっすね。なんで僕、ちょっと、回して、攻めます。で、これ、ウッド回ってないっす。いやー、ちょっといい攻めじゃない。で一旦ダメージ稼いで一旦逃げたい。でこれあれだ、墓石のスケがタワー一発でいかないからこれコウモリとかで手助けしてあげなきゃいけない。いやこのやりゴブが痛い。やりゴブ痛い。いやあんま痛くない。ふん待って、今回なんかうまいのが増えますね。うん大きいね。さすがに打ってあるかなこのタイミングは。はいふうちまちまいこう。油断したらいかれる。ワンパンされる。いやーこれインド出しちゃう。踏みたいっすね。でも間もちょっと回転早いっすね。なんかいや、熱い、熱い、熱い、ガチで熱い。いや、これめっちゃいい。で、多分、相手ね、エレキ落としたいと思うんですよね。エレキ落ちてくる読み追加のスケ。よし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 。よし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 。まあ、読みが決まってなくても勝ってるけど、まあ、こんな感じっすね。確実に墓石から入って、陰キャしながらのバレルでちまちまで、いけそうだったら、メガナイトインでコウモリバレル。うん。さあ、この戦術どこまでいけんだろうな。シンプルにウッド持ち高回転ホグクロス来た時に積む説があるんですよね。テンプレに。いやでも、マジか。結構来れたっすね。はい、ということで、まあちょっと全体的にニンジェペがでも高くなりましたね。大体も上手くなってきて、チンパン族に合うようにもなってきたので、ちょっとここからもね、本当に、もう負けた瞬間終わりなので、どこまでいけるのか、はい、頑張っていきたいと思います。よければチャンネル高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんです。またね。